はよろしくお願いいたします。で私が担当するのはね、この、骨盤底が女性の体を美しく整えるプラチナエイジというね話が出ましたけれども、まず体型にお悩みがある方っています？皆さん大体ねぽっこりお腹、お腹出ちゃうの、私拝見してると、あ、それじゃ出ちゃうかもなっていうような体の使い方をされてするんですね。で体はねちょっと使い方でそれを改善することでかなり変わってきます。で、じゃあ、まあ、何かエクササイズをしたとして、うん、ちょっと大変でもね頑張ってやったとして、それがずっと続けられるか、それがねやっぱり運動指導者というかね、ボディーワーカーとしての使命だったりするので、だって、今日一生懸命やって変わったとしても、それが10年後も同じことができるのか、70になってもできるのか、80になってもできるのか、でそうするとここ数年しかできないようなワークはやっぱりあまりお伝えしてもつまらないな、なんていう感じで、ここ10年ぐらい今と同じような活動をしています。今日は椅子から動けませんよ言われてましてやっても立ったり座ったりだけですということで、立ったり座ったりを持ってきました。うん、でそうすると、まあね、骨盤っていうのはそもそも内臓が入っている器状の、まあ骨格みたいなものなんだよ、5つの骨からなっている、まあ、そういう器状のものなんだよっていうのをちょっと意識していただいたとして、ね、ほぼほぼこういうふうに座ってらっしゃらなかったですよね。だいたいこんな感じじゃないのかなと思うんですが、まあ、これ骨盤抜いてるという感じ。今立ったり座ったりしただけでちょっと骨盤が少し立ってる状態になったんですが、じゃあね明確にここを気をつけましょうっていうのをやってみましょう。このボクサーパンツのこの下のラインあるんですよね、ここに手をこのように当てていただいて、横向き、わかります？そうですよね。でね、この状態で少しこれ押したいんですよ、後ろに。で手が少し挟まる感じです。これね股関節が折れたと言います。少し練習してもらっていい？でそうするとほぼほぼみんなお辞儀しちゃいますね。息吸ってちょっと胸を張ったぐらいの時で初めての股関節が少し折れるぞ、もしくはお尻を後ろに引くぞっていう、やっぱりねお尻を少し後ろに引く感じ、これ股関節を折る。でそのままちょっと着地してもらっていいですかね。着地してもらって少し前に倒れてるので、そのまま少し上半身を元に戻す。これほぼほぼね割と簡単に骨盤が立って座るという感じになります。でねちらっとね周りを見渡すと、なんか開始当初より姿勢がいい感じ多いよ、まあ、この状態で1時間2時間いるのとこっちと入ってない、まあ、何が違うかな、呼吸の深さがまず違う。スマホ見るときどうしてもこうなりますね。スマホをこう見てほしいっていうぐらいとても大事なことなんですね。まあ、美しい姿勢というのは見た目も綺麗、最初のね見た目の印象もいいですが、ご自分の体にとってとてもいいことがあるよ、呼吸がいっぱいできるんだよ、呼吸のことなんか忘れちゃってても、こっちの方がやっぱりしっかり吸えたり吐いたりできてるんだよ。まあ、そのためにねちょっと今日からねせっかくのご縁なので姿勢の改善について少し考えていただいたらいいかななんて思います。で、骨盤底にナンバリングをしますということなんですが、じゃあこれ何なの1番2番3番。じゃあその1番2番3番の何番が座面についてくるかをちょっと確認したい。わかります？大丈夫？でそうするとねベターっと座ってるとちょっと全部ついちゃってるじゃんね、そうですよね。でさっき言いました、座るときはそもそも股関節を折って呼吸をしたい、せめて私たちとご縁があるこの時間だけは呼吸をしたい、どうしたらいい？スーって胸を開くんですよね。そうするとねちょっとね座面に当たる部分がね狭くなってくるんですね。で豆としてもね、豆としてなくてもできますが、うん、ちょっとこんにちはってね上半身前にするんですね。そうすると3番が座面から外れて1番2番がついたの分かります？あー素晴らしい。あゆっくり上半身を起こしてくる。そうするとほぼほぼ2番が真下かなっていうところに来るの分かりますね。じゃあ最後ちょっと寄っかかってみて、3番が座面についても1番なんか全然ちょっとダメだぞっていう感じで、冒頭の骨盤を立てて座る、ちょっとね上半身をゆらゆらしてみればいいですよ。あ本当だ、1番2番3番、あ座面につく感じが違うな。なぜ
椅子で練習するかというと、最初のうちは分かりにくい、分かりにくいという理由から椅子に座って座面に当たっているところを確認すると、ご自身が分かりやすいということなんですね。何か技をということで、特講座ということでやらせていただきたいと思います。その伝えるっていうことがすごく難しいというのを私はウォーキングを通してすごく勉強させてもらいました。で、私と千秋さんの仕事はちょっと似てますよね。ボディーワーク、皆さんの体のことを変えていくというお仕事。何が難しいって、正しいことを私伝えたいんです。で、私たちが例えばね、ウォーキングにしても手をきれいに後ろに引いてっていうのは文字で簡単に起こせるんですよ。腕を後ろに引いて、わかりました、手は後ろに引くんですね、はいとかって言って、体のことっていうのは私たちが伝えたくても、どんなに正しいことを伝えても結局その体ができなかったら意味がないわけです。ということで、その中で私が伝え方っていうのをすっごくやっぱり学ばせてもらったんですね。なんでこうやってんのに、なんでその体そうなってくれないんだろうっていうのがあったので、そういうのもすごく勉強させていただきました。で、私は今師匠がデューク・サライエという人、非常にその人に伝えるっていうことがどういうふうなことかで、正しいことを伝えたいんだったらば楽しく伝えなきゃいけない。楽しいところに人が集まってくるから、だから楽しく伝えることはすごい大事なんだよってことを日々学ばせていただいていて、それを私も仕事のモットーにしています。トークってね、私の講座ね、ずっとここのとこ最近トーク講座ってやらせてもらってるんですけど、スピーチ講座じゃないんですよ。スピーチとトークってね、もうこれ完全に違う。スピーチってね、私の認識では勝手にボールを投げるだけ、もうガンガン投げていく、好きなボールを、向こうが受け取ろうが受け取れまいが関係なく投げていくのがスピーチで、もトークっていうのは、キャッチボールなんですつまりね、私はね、いつも一緒にいる場、私がいる場を心地よくしたいと思ってるんです。心地よくしたいって思ったら冷えた場所を作りたくないんですよ。ということで、私としては、皆さんもそうじゃありませんか。やっぱり誰かと会話をしていた時に、居心地のいい会話、または居心地のいい空間、居心地のいい時間を過ごしたいって思いませんか。そしたら私が発する一言だったりとか、私がやって見せるその行動だったりが相手にとっていいことだったらいいなって思うわけです。でもそういうことって多分ね、あ、しまったっていうことって時々、たくさんの人との会話の中で、もう何十年かもう皆さんも興味なくていいときね、残念ながら20代がいない状態なのでそうすると怒ってくるわけですよ。その時に、あ、それをどうやってひっくり返していくかっていうのもすごく勉強させてもらいました。とにかく相手に恥をかかせるな、すっごい言われました。やっぱり日本っていうのは恥の文化っていうのがありまして、今のもしかしたら世代だったらこのこと意味がわからないかもしれない。でも多分私たちの時代、このぐらいの人たちからは恥っていうことをすごく大事にしてきたので、恥をかかされたっていうことはとっても傷に残るので、その恥をかかせないっていうことをやっぱり私たちがいつも考えながらお伝えしていくっていうことができるといいことになるかな、またはいい人間関係ができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。目なんですけれども、これは一般的に言われていることで、相手にがっつり自分の本気のことを伝えようとした時にはどこに向かって言うといいかっていうと、左目なんです。私で言うと、私の左目はこっちなんです。左に向かって伝えていくと割と入りやすいと言われてます。同じようにささやくならば、ねえねえっていうのは左の耳から言った方がいい。基本的に人間の体は左から入ってきて右に出るというわけですね。だから目もそう、情報もそう、耳の情報もそう、左って言われています。はい、だからこう今日は絶対に伝わるぞと思ったら、もうガンガン左の耳なのですね、喋っていただくと伝わりやすいと言われています。今からそのメイクの話を五七五七七で作ってください。いや、私失敗するかもしれませんよ。私だったらね、眉毛描く、確認してから眼鏡かけ、にっこり笑ってメイク完了とかね、例えばね、そういう感じ。アイメイク、目力つけてにっこりと、これで仕上がり、今日も最高。おお、目力ありますもんね。そんな風にですね、これは本当に短いセンテンスの言葉なんですけども、リズムをつける練習にはすごくいいと思ってるんです。で、私今日はここではできないんですが、これに加えてさらに音階使
つけてやる練習をしてるんです、うん、そうすると脳みその中がぐちゃぐちゃになりながらすごく面白いことが起こって、皆さんの思考がそういうふうに動いていくと何かの時にすぐキャッチボールできるような、そういうようなトークができるんではないかなというふうに思います。普段私はこういうことをやりながら歩くということをやってます。ウォーキングのポイントを少しご紹介しますと、きちっと膝を伸ばして着地をするということです。美しい立ち振る舞いをお見せしようとしたら、膝をきちっと伸ばして着地をしていただくだけですごく雰囲気が変わります。膝を曲げるとこうなります。もう違います。見た目全然ランクがカンカンって変わります。そしたら膝ぐらい伸ばしておいてね、ぜひぜひそんな風にしてですね、今日は皆さんたくさんの、ね、腰の方とやってきましたけども、ぜひぜひご自身の中に活かせるものありましたら、どんどん取り入れていただいて、いいなと思ったところがガシ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 掴んでいただいてお帰りいただければと思います。今日はどうもありがとうございました。まあ、3時間、長い時間ではございましたが、私もあっという間に時間が過ぎてしまいましたが、いかがでしたでしょうか。本当にね、あいにくの雨の中を皆さんにこうして集まっていただいて、いい時間が、ご縁の時間が共有できたと思っております。この後ランチ行かれる方はまた楽しい時間が待っておりますので、よろしくお願いいたします。長時間にわたり本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。何、竜亭しばらくの番組を作る？ぜひ見なきゃ。本当に京都で読んでいただいて、今日は村井さんにプロデュースしていただいて本当にありがとうございました。お水の方もお酒の方も、はい、では乾杯です。いただいたんですけれども、とても皆さんが喜んでいただいて、開催してよかったなというふうに思いました。集まる皆様がどれだけその魅力について、ご自分の魅力がこんなふうに出せればいいんだなというふうに分かっていただければ伝わるかなというのを、私ができることはサポートなので、それを頑張らせていただきました。いろんなことを体験することが、一人一人の魅力につながっていきますし、自分が喜びが大きければその喜びがまた誰かに伝えることができる。だからそういったことがお一人お一人がつながっていけば、魅力人フェスタっていうのがまたこれからもどんどんと、皆さんに余波がいけばなっていうふうに思っております。日本各地に参りたいと思っておりますので、ご興味がある人は私プロデューサーまでお問い合わせください。お待ちしてます。この魅力人フェスタが今度から全国へお伺いして、皆さんを魅力人の輪の中に引き込む努力をすべく、みんなで頑張れたらいいなと思っております。今日は本当にありがとうございました。1年続いてきた魅力人ミングルなんですけれども、京都で魅力人フェスタということで、今まで出演してくれた3名の皆様と、その他魅力人仲間とフェスタを行うことができました。一度魅力人ミングルのこのインタビュー式の番組は